で、そうですね。こっちでも全部そうですね。全部中心にこう寄っていくイメージで書くんで、まあ、そこさえ外さなければ、まあ、大丈夫でしょうと。で、このままいくとおそらく円の感じが手と合わない可能性があるので、どうしようって感じやな。このぐらいの円の感じでいけば、手の角度と合いやすいかなと。で、この辺はパースの感覚になるんで、訓練。で、パースっていうと、やっぱ背景とかのイメージ強いんですけど、こういう人体も一緒ですね。今のとか完全にパースの話で、この楕円が、この手の断面の楕円とかに合ってないよねっていう。さっき手のはい。ね、手の断面がこのぐらいで推移してんのに、この辺。ここちょっとまあいいや。ここだけ急にこう丸く断面がね、丸くなってると、パースとしてずれてるということになって、そういうのが歪みになるんで、この辺はもう訓練。常にパースを意識して書こうぜっていうね。パースの円のパース。円のパースはクソほど難しいんで。うん。ほんとね、円は難しいですよ。テーブルの上に花瓶を置くというだけでも結構難しいんであれ。ということで。で、あとはまあ、肩口はね、まあ肩なんでそのまま。で、ここ、ちょっと縛ってるんで、そのまま肩に沿うよりは、ちょっと膨らませようかなと思ってます。ちょっとほんのりちょっと膨らむ感じで、はい。締め付けに対してほんの少しだけ、メイド服みたいに肩ゴンとやる気はないです。ちょっと自然と柔らかい素材なんで、膨らんじゃったみたいな。膨らんじゃった俺みたいな感じ。やろうかなと思ってます。で、そのまま、なんですが、あとまあ書くときね、大事なポイントというか特徴的なポイントから書くと繋ぎやすいです。今回で言うと先にこの縛りのとこ書いたんです。このラインがおかしいんだよな。で、はいはい。で、特徴的なのは絶対ここ。ね、腕折り曲げてるんで、こっから書くのがまあ、すごい書きやすいですよね。ここは、まあ、ここはみんな大得意だぞ。シワいっぱい書くぞつって。で、ポイントはやっぱ細めに書いていくことかな、今回は。に対して、この辺でもあんまないんですよね。ここら辺って腕曲げてるとふと、この辺、まあまあ訓練だよな。このライン取り。ここって腕がちょっと太くなるとこなんで、まあ服と肌が接するならここでしょうと。はい。で、接するとこもポイント。接するとこは突っ張るんで、割と体のラインそのまま書けばいいと。空間が空くとこにシワは入りやすいと。ありますね。肘とかだから割とこういうの絶対突っ張るんで、基本は。まあ、素体ままほぼ書けばいいとこになりますね。はい。に対して、柔らかい素材で、ちょっとこれがまあ膨らんで、軽く膨らんでキュッとします。あくまでもその、むちゃくちゃメイド服みたいに縛ってるというよりは、まあ自然とっていうぐらいですね。はい。まあこんなイメージ。で、ここはやっぱ二の腕あたりとか、肩のあたりは結構ね、やっぱ突っ張るんで、素体で、スッと落ちる。で、重力があるんで、まあ肩口突っ張るじゃないですか。なんで、結構ね、上から下にこう、ハの字系でこういうシワって入りやすいですね、結構。うん。まあ、シワの入るポイントとして、この辺がやっぱ突っ張るんですよ。で、余った布はどんどん下にこう寄っていくんで、そういうシワは入りやすいです、こういう場合。で、ここでせき止められるんで、うわーってなります。うわーってなる、ここで。はい。ここね、体に半分沿いつつも、まあ、ちょっと浮く感じかなと。ほんのり浮く感じ。で、こっち側は脇があるんで、脇シワ入りやすいですよね。絶対。もうこれはもう脇にシワ入るってのはもう誰でも知ってる。で、はい、先ほど出ましたね。シワは繋がると。シワ出まして、この理論が、脇のシワとこの理論がまあ合わさっていくような感じで、まあこう書いたり、ね。まあしますよね、こうやって。こう、ふわっと来て、ふわっと入る。まあ、こういうのも全然ありかなと。ただ、これだと、この幅がずっと一定になってるのが、若干気に食わないなと。個人的には。ってあるんで、まあ、いい塩梅見つけたいと。この辺のシワね、は、この肘のとこからグッと入るんで、こう、まあ、この辺皆さんわかると思います。で、問題は、このシワも、やっぱりこう、出会っちゃうこともあれば、せき止められちゃうこともあるんで、ここは割とふにゃふにゃしやすいとこなんですよね。まあ、こいつとこいつは出会ってもいいかなって気するけど、塗るときに。このシワは結構行き場をなくして、ここね、こう、シワがぐちゃぐちゃっとこう、細いシワがね、入ること多いんで。まぁ、ちょっとその辺イメージして。あとはあれですね。これはそのままもうキュッていくんですけど、こうやって。で、ちょっと絞るとここ。ここ縛られてるんで、ここと同じ発想で書きます。すると、まぁ、こうですね。ここもちょっとシワ入れようかなと思ってます。はい、そうすると、はい、来ました。来ます。ああ、こいつ出会うねって。塗るときに。まあ、こういうのもいいけどね。書いてもいいけど、まあ、こいつ絶対出会うじゃん、みたいなシワが、まあ、出てくるんですよね、やっぱり。出てこなかったら、出会わせて。で、出会い中のごとくね、出会わせて。ほんとシワとシワはね、出会わせたらいいっすよね。で、この辺のシワもこうできるじゃないですか、絶対。どうなったっけ、これ。うん。こうできて、ここも直線よりはちょっと丸くやりたいかな。で、こういうシワも、できて、こいつのシワに、こう、ぶつかるんですよね。なんで、まあ、合体するか影響を受けるかなんですけど、そこはまあ、なんだろうな、感覚になっちゃうかな。ここでこう来て、これがうわーってなってこういう風になったりとかね。このシワにせき止められて、ここでぐにゃっとなるのか、それともシンプルに、例えばこのシワあたりと出会っちゃうのか。まあ、どっちでもって感じなんですけど、この角度はさすがに相当柔らかい、この鋭角ね。ここがものすごい鋭角なんで、ものすごい柔らかい素材だったらまあ全然いけるんですけど、よりはせき止められて、うわーってなりそうかな。意外とありかもしれないです、これも。やってる人いそうっすね。柔らかいやつやってみようか。試しに今回どうなるか。このシワが、こう曲がって、こいつにこう、影響を受けちゃう。出会っちゃうっていうね。なかなかの意志ですよ。相当よっぽど惹かれたんでしょうねと。今回、ここのシワって結構、入るんだけど、どうしようかな、今回。ここってシワすごい入りやすいポイントではあるんですよね。っていうのは、肩が突っ張って、ここで一回、ね、肩突っ張って一回凹んで腕がこう、ここってくぼむんですよね。極端に書くと。そのせいでここら辺ってシワが入りやすい。で、しかも脇もあるんで、よくだから、こういうシワってこの辺にいっぱい入れるんです、こうやって。それは、今の原理でこっちもシワが入るし、脇もシワ入るんで、両方入ってこいつらが出会っちゃうんですよね。今回どうだろうな。柔らかい素材なんで。まあ、あってもなくてもだろうな、これは。いいかな。で、このシワとかも、直線的に入れたら硬いシワ。だからブレザーとかさ、硬い素材の場合は、直線的な硬いシワ。で、柔らかい素材の場合は、やっぱこう、ふにゃっとしたシワを入れると、柔らかい感じには出ますね。まあ、シワ一つとってもやっぱりこう、質感。こっちが逆にこう、シワ入れたいですね。これはもう一緒。逆パターン。ここら辺のポイントはもう、ランダム性ですね。均一にしない。長さ、間隔を。ぐらいを気にしとけば。で、ここの書き方の場合は、胸が突っ張ってる書き方なんで、横にこう、ちょっとこう入れたいかなと。これはまあね、突っ張ってるものが2つあったら、突っ張ってるやつ、この理論ですね。突っ張ってるものが2つあったら、こっちもこういうシワ入る。こっちもこう入って、このシワとシワが出会っちゃう。このシワとこのシワがここで出会っちゃう。この理論ですね。はい。すごい、模式図がどんどん雑になっていく。まあ、それをなんとなく頭で 3D 化するって感じなんですけど、多分ね、こういう書いていくじゃないですか。こういうのも多分実はね、こう出会っちゃう。これって今横に書くけど、縦の方にもこうシワがこう入るんで、で、縦のシワと、こいつの締め付けられるシワと、こいつが3つがこう合わさるとこですね、これって本来。なんだけど、まあ、この丸っこさを書くんだったら、どうしようかな。こんな強調するここ。しようか。だったらまあ、こんだけ、プルンってなってたら、縦じわは入りにくいですね。縦じわ入れるんなら、こっちもシワがこう入ってないといけないです、こうやって。こうだったら縦じわメインですね。うん。はい、今回もね、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあれば、お気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。